まずはじめに言いたいのが、昨日ほどマリナーズファンでいて恥ずかしかった日はありません。今からお話しすることは昨日の段階で動画にすることも考えましたが、個人的に冷静に作ることは難しそうだったので、ノートだけ投稿しつつマリナーズの決定を待つことといたしました。皆さんご存知の通り、マリナーズの球団社長であるケビン・マザーが2月5日に地元のロータリークラブの会合にて問題発言を連発し、そして今日球団社長を辞任することとなりました。辞任という形ではありますが、ツイッターではファイヤーケビンマザーのハッシュタグが一時トレンドに入るなどの騒ぎになっていましたし、チームとしてもマザー球団社長をポジションから外す以外に現実的な解決策もなかったことでしょうから、辞任とは言いつつも実質的な解任のような気もしています。その問題となったロータリークラブでの会合は Zoom で行われていまして、おそらく例年は対面で行っていたと思われるんですが、毎年言っているようなことを今回たまたま Zoom で行って、それの録画が YouTube に流れてしまったのが全てでしたね。今回の件は YouTube に上がっていることが発覚してから瞬く間に炎上騒動となりまして、全国メディアでも報道されたり、また日本でも Yahoo ニュースのトップに上がるなど大騒ぎとなってしまいました。その会合の様子を見ていただければわかると思いますが、マザー球団社長も発言のトーンなどから悪意を持って言っていたわけではなさそうで、正直に思っていたことをそのまま話してしまった、一部はちょっとジョークのような感じで話しただけだとは思うんですけれども、悪意がないとはいえ発言の内容があまりにひどすぎますので、炎上したのは当然だと思いますし、またチームのポジションを追われることもまた妥当な結果だと思っています。マリナーズは19年連続でプレーオフを逃し、弱小球団の立ち位置を確固たるものとしていますが、有望な若手選手を数多く集め、ようやくいい方向に向かっていた中でのこの球団社長の発言は、チームと選手の関係性に亀裂を入れてしまいましたし、本当に余計なことをしてくれたなと思っています。マザー球団社長は会合にて45分間のスピーチと、それから質疑応答を行ったのですが、この45分間で問題発言を数多く残しまして、主要なものは他にもたくさんあるんですが、この辺りとなりますけれども、チームの功労者であるカエル・シーガーに対しては、今年がチームでプレーする最後の年とした上で、彼の年俸は払いすぎと言ったり、これから昇格してくるトッププロスペクトたちのサービスタイムを操作し、FA 権取得を遅らせることを宣言。さらに他にも先日コーチとしてチームに戻ってきた岩隈久志コーチ、そしてチームの未来を担うフリオ・ロドリゲスの英語力にケチをつけたり、あとは昨年途中に加入したルイス・トーレンスの名前をひたすら呼び間違えたりと、とにかくめちゃくちゃな内容で、問題点を挙げ出したらキリがないぐらいです。特にやり玉に上がったのが2つ目のサービスタイムの件と3つ目の英語力の件で、3つ目に関しては非英語圏出身者に対する差別という声もありましたね。本人としてはジョークのつもりだったのかもしれませんが、英語力についてケチをつけられたロドリゲスは、この件が出た直後にツイッターでこちらの通り不快感をあらわにしておりまして、残念ながらジョークとしては全く成立していない様子でした。今回の動画では2つ目と3つ目、黄色となっている箇所を中心にお話ししていこうと思いますが、他にも気になる方については元動画へのリンクと、それから動画の文字起こしをマリナーズのファンブログであるルックアウトランディングが掲載していますので、概要欄から飛んでいただければと思います。ではまずはプロスペクトのサービスタイム操作についてですが、マザー球団社長は昨年2020年を振り返る中で、 MLB でのプレー資格がある60人のプールに選手育成のために15人のトッププロスペクトを登録し、育成面で大きく前進したことをスピーチの序盤に説明していましたが、15人のプロスペクトを登録することにリスクも伴ったことを指摘していました。もし MLB で怪我人ですとか、それからコロナのアウトブレイクが発生した際に、60人のプールから選手を急遽 MLB に昇格させる必要がありましたが、チームとしてはそういったプロスペクトたちを昇格させるつもりは鼻からなく、またサービスタイムのカウントを始めるわけにもいかないことから、選手が足りなくなる恐れがあると話していました。サービスタイムは選手の FA 権取得の時期を決める重要な要素ですが、サービスタイムのカウントを始めるわけにはいかないとは、つまりここで選手を MLB に昇格させてサービスタイムを計上させてしまうと、 FA 権取得が想定よりも早まってしまうことを懸念しての発言となります。チーム編成の上では気にしている要素だとは思いますが、なかなか繊細な話題でもありますので、わざわざここまで大っぴらにサービスタイムについて言及する球団関係者も珍しいですよね。しかもそれを球団社長がやっているからなおのこと驚きです。さらに話は今シーズンにも及びまして、マリナーズファンとしては気になるのが、トッププロスペクトであるジェレット・ケレニックと、それからローガン・ギルバートといった選手たちがいつ MLB に昇格してくるかというところなんですが、この点についてマザー球団社長は、ケレニックは開幕マイナーで1ヶ月程度打席数を与え、ギルバートについては4月1日には MLB にいないと発言。この会合の時点でスプリングトレーニングは始まっていませんが、スプリングトレーニングではプロスペクトたちは開幕メジャー入りを目指して意気込み、カクタスリーグオープン戦でも張り切って結果を残そうとするわけですが、球団社長自ら彼らは開幕メジャーにいませんと宣言するのも、これもまあなかなかないですよね。公の場とはいえ選手たちまで伝わらないと油断しての発言だとは思いますが、今回これを聞くこととなった選手たちは今どんな気持ちなのでしょう。しかもこの前に先ほど触れたサービスタイムの話をしていたことから、チームとしては彼らの MLB 昇格を遅らせ、FA 権取得も1年遅らせたいという意図を非常に感じる発言となってしまいました。マザー球団社長はさらにマリナーズが実はケレニックに対して6年契約、さらに3年分のオプションがついた契約を提示したものの断られたことも明らかにしました。金額についてもマザー球団社長曰くなかなかの額を提示したようですが、ただ話の順序としてはこの話をした後にケレニックは開幕マイナーという話をしていましたので、おそらく長期契約に応じていれば昨年のエヴァン・ホワイトのように開幕からメジャー入りしていたと思いますが、契約を断られたことから開幕メジャーのプランを捨てて開幕マイナーでケレニックに打席を与えたいという話を出したんだろうなと思いましたね。ここまでサービスタイムの件を前面に出しながら話すのも、言葉を選ばずに言えば馬鹿正直と言うべきか何と言うべきか、本当に何がしたかったのかなというところが率直な感想ですね。ちなみにマザー球団社長を擁護したいわけではないのですが、一応言っておきたいのが、サービスタイムの操作は別にマリナーズに限った話ではなく、他の球団でもよく用いられる手法ではあります。カブスとクリス・ブライアントもそうでした。ブルージェイズとゲレーロジュニアもそうでした。これらについては実力があればあるほど逆に MLB 昇格が遅れるというサービスタイム関連のルールに問題があるとしか言えませんね。ただルールに問題があるとはいえ、今回マリナーズがこれだけ大っぴらにサービスタイムを操作すると宣言、しかも球団社長自らがこの件について言及したことは、これまでサービスタイムについてなあなあにされてきた選手会としては怒りを覚えるような内容で、次の CBA 交渉にて題材となることは間違いないでしょうし、労使間の溝がさらに深まる要因ともなりそうですね。はい、続いては英語力の件ですが、マザー球団社長はロドリゲスの英語は素晴らしくない、岩隈の英語はひどかったと発言していましたね。さらに岩隈コーチ関連では通訳にお金を払いたくないという発言もありまして、これもなかなかにひどかったですね。ロドリゲスの英語力に関する話は参加者からの質問で、フリオ・ロドリゲスってどうなのという質問があったんですけれども、この話の中で出てきたんですが、回答の冒頭で彼の人間性にマザー球団社長はちょっと触れた後、その直後に彼の英語力は素晴らしくはないと発言し、フリオ・ロドリゲスという野球選手を見てそれが回答の最初の方に出てくるの？本当にそれでいいの？とは個人的に思いました。彼ほどのスーパースター候補の選手を見て、その彼について質問された際に球団の代表が彼の英語力は素晴らしくないとまず最初の方で答える姿は非常に残念でなりません。ちなみにロドリゲスは母国語はスペイン語なんですが、流暢な英語を話し、彼の英語力に関しては記者からも絶賛されるレベルにあります。実際彼のインタビューを聞いていただければわかると思いますが、インタビューは全て英語で答えていますし、とても2019年からアメリカに来た選手とは思えないぐらい英語を上手に操っていると思います。ロドリゲスはあらゆる面で MLB のスーパースターとなることを夢見て、野球だけではなく英語も必死に習得したんだと思いますが、その努力をあろうことか球団社長が否定するのは、球団トップの姿勢としてそれでいいのかと疑ってしまいますし、おそらくナチュラルにこういった発言が飛び出すあたり、普段のマザー球団社長の考え方をよく表しているのかなとも思いましたね。これはおそらくどの国でもそういった部分は多少なりともあるかもしれませんが、英語圏における非英語圏出身者の英語力をバカにするのはいつまで経っても変わらないんだなとも感じましたね。ただマザー球団社長によーく考えてほしいのは、このマリナーズという球団を支えてきたのは誰だってことですよ。この20年間底辺を這いつくばってきたマリナーズというチームに最も貢献してきた選手はイチロー選手とそれからフェリックス・ヘルナンデスなわけじゃないですか。イチロー選手は常にインタビューは通訳を介して行っていた方ですし、ヘルナンデスも出身はベネズエラで、ロドリゲスと同じように母国語が英語ではない選手ですよね。アメリカ以外の国から来た選手、非英語圏から来た選手たちにマリナーズは支えられてきたわけじゃないですか。心の中で英語がうまくないなと思うのは自由ですよ。何を考えようが、一応その人の自由ではありますからね。しかし公の場で、しかも球団社長の立場として参加している場においてこのような発言をわざわざしたのは本当に資料が浅いなと言わざるを得ませんし、この辺りがマリナーズと負の部分なんだろうなと感じさせられましたね。正直悲しくなりましたよね。チームが弱いのはまだ許容できます。でもこういった形で選手を守らなければならない立場の人間が逆に選手たちを敵に回すような発言をする。マザー球団社長は2018年に過去のセクハラ行為が明らかとなっていますが、その際にチームは特段処分を下さず、問題を起こした人物に何ら行動を起こさず放置したツケが今回の騒動なんでしょうね。ということでチーム内に敵を作った今回の騒動でしたが、唯一救いだったのはマリナーズがまともな判断を下してマザー球団社長の辞任に発展したという点でしょうか。正直今までのマリナーズだったらマザー球団社長を何らかの形で球団内に残してもおかしくはなかったので、そのあたりまだちゃんと判断できるような人間がいたのは良かったです。マザー球団社長が残っていた場合、自分はこのままマリナーズを応援することはできなかったと思いますし、一応そういったまともな判断を下せる組織であることが分かったのはそこは良かったと思っています。とはいえすでにマザー球団社長の発言によって選手との信頼関係にひびが入っています。マザー球団社長を追い出したことはこの関係修復のあくまで第一歩に過ぎません。今後のチームには関係修復に向けて選手たちに真摯な対応を行うことが求められますし、そしてその対応はすぐに行わなければなりません。特にこれからのスプリングトレーニングでマリナーズはケレニックの扱いをどうするかという判断をいきなり迫られることになります。このマザー球団社長の発言がなければケレニックがどれだけスプリングトレーニングで活躍しようとマイナースタートはほぼ確実だったと思いますが、サービスタイムを操作したいという意図が明らかとなってしまった今、果たして同じことを行うのはチームとケレニックの関係性において望ましいことなのでしょうか。ただでさえケレニック側は昨年プレーオフ争いをしている9月に MLB に昇格できなかったことに不満を抱いているとこのオフ報道されたばかりです。選手会も今回の件を受けてトッププロスペクトのサービスタイムについて今後より一層厳しい目を向けることとなるかと思います。そんな中でマリナーズがたとえケレニックがスプリングトレーニングで大活躍し MLB でプレーする準備が整っていることを証明しながらもマイナーに送るという決断を下せるのか、選手との関係修復に対するマリナーズの本気度が早速問われることとなりそうです。今回の件は長年マリナーズを応援してきたものとして答える部分が本当に多かったです。これからのチームが正しい方向に進むことを切に祈ります。ここまでのご清聴ありがとうございました。